読めたわ。謎は解けるから謎なのです。歯応えがあるじゃないか。うん、思い知ったか。
これでどうかな。謎は解けるから謎なのです。Thank you.
これでどうかな。謎は解けるから謎なのです。読めたわ。私にはすべてお見通しよ。
これでどうかな。私にはすべてお見通しよ。この程度、軽く分析できるわよ。これしか、なんてことはないわね。
読めたわ。私には全てお見通しよ。データさえ揃っていれば余裕ね。これしかなんてことはないわね。
それで、結論なのですが、カトリーさんには及びませんよ。なかなかの難題ね。謎は解けるから謎なのです。
結論は見えてきたわ。実に簡単なプロファイリングよ。結論は見えてきたわ。実に簡単なプロファイリングよ。
読めたわ。謎は解けるから謎なのです。ゴーストさんの正体が分かりました。ゴーストさんの正体は究極のかまってちゃんですね。は？いえ違いますね。あえてこう言いましょう。今回のゴーストさんはかまってちゃんを通り越したキングかまってちゃん18号です。アンドレア、あなたは得意な工作のスキルを使って偽物のゴーストを生み出しましたね。わざとゴーストが出たと騒ぎ、調査に来た人たちに解けるはずのない謎を解かせようとしたのです。それはアンドレア、寂しかったんだよね。ごめんなさい。私、誰かと話したかった。誰かと思い切り話したかったの。アンドレア、これからは私が話してあげる。いくらでも話をしてあげるね。カトリーさん、相談料は格安にしとくから安心して。金取るんかい。そういえばアンドレアは全く相談に来ないが、また幽霊コスプレでいたずらを始めてないだろうな。それなら大丈夫。アンドレアなら幽霊見たさで屋敷に集まった幽霊マニアたちと友達になって、ゴーストトレンドっていう超常現象研究サークルを始めたらしいわよ。はあ？今度喋る犬について特集してもらったら。断る。しかし、まあ友達ができてここに来なくても寂しくないのであれば安心だな。でもお屋敷で仲間たちと毎日どんちゃん騒ぎで、屋敷の中はある意味ゴーストハウスになっているらしいよ。この写真がアンドレアから送られてきたわ。これはあかん。